さあ、そして注目はプロ初スタメン、堂上直道のバッターボックスです。福留孝介から背番号1を受け継ぎました。堂上直道、4年目21歳、同級生はジャイアンツで活躍する坂本勇人。ジャイアンツはこの堂上直道を指名して外れて坂本でした。1球目フォークボール、じっくり見たいですね、彦野さん、ここは。そうですね、それとじっくりって言いますか、もう自分が決めたボールを思い切って打ってほしいですね。なんかそれぞれ来たら何でも手出してしまうじゃなくてですね、もう自分 の例えばまっすぐなまっすぐでいいと思うんですけども。2ボールナッシングとなりました。狙いやすいカウントにはなりましたけどね。そうですね、本人は試合前、初球からでも狙った甘い球を思い切り振りたいと話していました。ここはもう思い切っていってほしいですよ。今のスイングはどうですか。いやー、ちょっと迷ってますね。今シーズンウエスタンリーグでは46試合に出場して2割7分5厘、ホームラン3本、打点12、期待の堂上直道です。詰まりました。プロに入って1軍でまだヒットは打っていません。プロ通算5試合に出場しています。打席は2回、いずれも凡退です。4年目21歳、堂上直道、地元愛知の愛工大名電からドラゴンズに入ってきました。打ち上げました。内野フライ、セカンドです。田中健介を抑えました。3アウト。堂上直道の最初の打席はセカンドへのフェアフライでした。2回を終了しました。2対1、ファイターズが1点をリードしています。席目注目ですね。もうダブルプレーでもいいですから、はい、もう自分らしさを思い切って出してね、決め打ちでホームランを打つぐらいのスイングしてほしいなと思うんですけどね。一発が出れば同点です。ここをうまく1、2塁間打って1塁3塁にしてくれるなんて多分落合監督思ってないですから。そうですか。そんなバッティングは期待してないと思いますよ。やっぱりしっかりとしたスイングで、強い打球を打ってほしいなっていうふうに思ってるはずですからね。地元の声援、期待も大きい堂上直道。1、2塁間は確かに広く空いているんですが、そこをしぶとく追っつけてというようなバッティングではなくて、堂上直道、長打力もありますからね。そうなんですよ。やっぱり魅力は長打力を兼ね備えてる手腕のバッターっていうイメージでしょ。はい、ライト前を追い込まれたからいいんですよ。初球の対応、少し体が動きましたが、いや、やっと打ちに来たなって感じしましたね。今の見送り方はそう見るわけですか。打とうという意識がありましたよね。ただ、まあ、ボールに曲がっていったのでやめたっていう、はい、バッターってこういう動きになってくるはずなんですよ、打とうとすると。そういうもんなんですね。堂上直道、堂上兄弟の弟、プロ初スタメン。いいと思いますよ。タイミングは、ね、ちょっと ずれてますけども、1打席目よりはだいぶ反省はしたみたいですね、自分の中でね。振ってきましたね。なかなかね、打席の中でこう振りすぎにしてこいよって言われてもね、はい、できるもんじゃないんですよ。そういうもんですか。何でもいいから振れっていうわけにいきませんのでね。一塁に牽制球、ワンアウトでランナー一塁。野本がライト前ヒットを放ちました。堂上直道の今日2打席目、落合監督が見つめます。井端が先制離脱、したがってセカンドを守れる内野手を試しています。岩崎達郎、谷、そして今日は堂上直道スタメン出場。打ち上げました。キャッチャーのフェアフライかファールフライか。ファールフライ、2打席目はキャッチャーファールフライ。2アウトランナー1塁です。今のバッティングはどうだったんでしょうか。今のボールが一番甘かったかもしれませんよね。そうですか。
大事に打ったみたいな打ち方にね、ですからポイントを中に入れてしまいましたよね。さっき言った通りこれ前で泳いで打ってしまえばよかったんですよ。確かにベースバーの上まで来てるでしょ。来てますね。そうすると三遊間とかね、レフト前ヒットとか。名古屋ドームに堂上直道というコールが響きました。三塁ランナーが帰れば同点、二塁ランナーが帰れば逆転。堂上今日ここまでヒットはありません。プロに入ってヒットなし。プロ初めてのヒットは即タイムリーとなります。打点もついてきます。内野は前に来る。名古屋ドームが沸きます。堂上直道の黒いバットに期待がかかります。注目の1球目振っていきました。まず振ってきました。まあ、振らないのはいいと思いますけどね。ただ今のようなスライダーから入ってくるっていう可能性非常に高いケースでしょ。こういうところはちょっとぐらい読んでほしかったなと思いますけどね。まっすぐかスライダーしか多分ないと思うんですね、ここは。まっすぐアウトコース。さあワンボールワンストライクとなりました。三塁ランナーが帰れば3対3、二塁ランナーが帰れば4対3。堂上直道今日プロ初スタメン、初安打が初タイムリー、初殊勲打となるか。マウンドはベテラン立山。どつまりショートゴロアウト。堂上直道チャンスにショートゴロ。ツーアウトでランナー三塁一塁です。まあ、来た球を打たされたという感じですよね、今のバッティングは。結局まっすぐ、まあ、シュート気味でしたけど、そのまっすぐに差し込まれてる結果じゃないですか。はい、ちょっと大事にいったとは言いませんけども、やっぱそんな感じ、体がもう一つ動いてなかったなって感じですね。